皆さんこんにちは、こたつマニアです。5月4日は、スターウォーズの日、です。おめでとう、すべての、スターウォーズマニア。1977年から続く、遠い昔、遥か彼方の銀河系の物語。しかし、最新鋭の技術で映像化される？なんとも複雑なスペースオペラです。この日を記念日としたことには、作品の中の、フォースと共にあらんことを、メイザフォースを、メイザフォース4に置き換えたもの。マニアの遊び心から生まれた、記念日です。しかし、公式も認めてしまう特別な日。世界中で祝福されているそうです。そんな、スターウォーズ、を、ノマドスカルプトでコネコネ、レッツラゴー。今回も、ノマドスカルプトは、使いこなせていませんが、どうぞ温かい目でご覧くださいませ。世界的に有名なこの作品ですが、人気ゆえに、ドラマの数も増えていきます。今回は、あの彼にスポットを当てました。だったり、あの戦いの裏側では、などなど、新しいタイトルが発表されると、マニアたちは、考察に勤しみます。まるで作品の監督みたいに、とても楽しい時間です。ほら、遠い昔のタイトル、エピソード6のように。ルーカス製品で終わっちゃった、こたつマニアは？近年の、新しい作品のラッシュについつい。この作品は、一体どのエピソード？そんな、エピソードが生まれちゃうのですが。まあ、少々迷っても、楽しいスターウォーズです。5月4日は、スターウォーズの日。そして、遠い昔のどこかの宇宙。記録に残らない物語。いくつもの星を渡り、随分膨大な時間をかけてしまった。そして、私たちはここへたどり着いた。さて、この星に私が欲しいものはいるのだろうか？あまりにも長い戦いのせいだろう。基地には、ダークなフォースが蔓延してしまい、同志たちは、すでに限界を迎えている。早くしないと。しかし我々は、未だその声すら拾えず。尻尾さえ映せない。ああ、空の上の同志たちよ。
必ずいいニュースを持って帰るから待っていてくれ。ダークなフォースを払いのける、究極の癒しを。その願いが届いたのだろうか？それとも運命の気まぐれ？そもそも本当に君なのか？すぐに疑念は確信に変わった。その声は、私たちの乾いた心を潤し。その仕草は、旅の疲れを溶かしてくれた。ああ、間違いない。私たちは夢中で彼の元へ走った。そして私たちは、思うがままに癒され続けるのだった。あまりの心地よさに、旅の目的も忘れていく。ダーク。フォース、何のこと？お粗末様でした。